もう一枚出て。おじさん、俺の。オッケー。ページ入ったら行こう。ページ。あくだけそのままで、そのままで。よく、グーグーグー。よし、よし、よし。いいね。ナイスキック。
めっちゃ。
サンキュー、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 サンOkay.
今のも兄ちゃんオフサイドだから。オッケー、前半の貯金オッケー。おっとりおっとり。あ、ナイス。あ、だ。はい。ナイス。いや、なんかもう下手くそチームに負けたのが良くて全然ダメなの、忘れたなんと時計で負けたのだから滑ってやからだって言われちゃうじゃん滑ってたのだから個人嫌われるんだしまったって書いてあるダメだよ、滑っちゃう滑っちゃダメだよついついね人がありがとう手が、お前はいいいやいや、俺は取らなくていいです。俺はいいです。楽しい。ミッショさんへのパーティー。あれだけ時間かけてるから後ろがミッショで後ろまで来てくれれば、あそこで絶対オフサイドかかんない状態。あれちょっと待ってたんだけど、そうすると絶対入れ替わるから。向こうオフサイドあるじゃないですか。そうそうそう。あのタイミングでカウンターしようと思っても俺らスピードがないから。そうそうちょっとスローダウンさせて、そうそうそう時間かけて、時間かけて、アイドルでオフサイドが止まってるところに俺らが近づいていって、兄ちゃんがここでちょっと動いてもいいんだけど、引っ張ってくれればもう一枚絶対そうか。頑張ったで終わらせていけないけど、後半良かったね、全然別チームだったよ。ちょっと荒かったけど、でもあのぐらいが欲しい、必要よ。殺すぐらいの。そういうのがなかったから前半。いいですか。田辺君いなかった。負けましたけど、まあ頑張ったと思います。なってるぞ。2-0 だっけ。でそれで2-0。次が12月になると思います。でそれと別に忘年会じゃなくて今年から1、2、3、11月の時点で1、2、3位のチームが招待試合に出るっていうことに決まってでうちは今3位なんで相模原招待3月に始まったんですよ出席をしてくれました全然いやいやいや全然別チームですよ前半なんか全然相模原でやる攻めれなかったボールが取れたけど前に収まらなかったんで収まってあ横山なんだ横山ですけど基本のサブいやねもうムーブがメインになってるからチームなのにさ相手さサッカーじゃないですよねキャプテンなんかありますかなんであの走り合いみたいになっちゃってで疲れてお疲れ様でした、はい、まだ試合続くんで、50もありますし、40も、この足からね、40の人も頑張って、今日も試合やっていただいたんで、はい、まだまだ試合残ってるんで、まあ、いい40を試合を作りましょう。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。ドラゴンズ・ビッツ・スルカワ、obrigado por seu trabalho árduo。